18時間前ヘーレンフェーンのストレペル監督、中央、が今季で退任、写真、イコールバイイメージズビアゲッティアイマ。GESMF 小林由紀が所属するヘーレンフェーンは13日、ユルヘン・ストレペル監督が今シーズン限りで退任すると発表した。ストレペル監督は現在48歳で、2016年3月にヘーレンフェーンと契約を締結。同年7月から指揮を取っている。1年目の昨シーズンはエールディビジで9位フィニッシュ。そして今シーズンは第27節を終えて6勝11分け10敗、勝ち点35で11位となっている。ヘーレンフェーンの発表によると、ストレペル監督とクラブが今後についての話し合いを行った結果、契約を更新しないことが決まったという。一方、テクニカルディレクターを務めるゲリー・ハムストラ氏と、の契約は2020年夏まで延長することも合わせて発表されている。ツイートシェア